皆さんこんにちは、ペッサでございます。ファミスタ DS ね、続きやっていきましょう。そうだ、デッキ替えだ。いつも忘れんのよね。これね、ウェゾンさん、はい。また席調子悪いんか。野手は、バールさんなぁ。でも今岡さんもちょっと使いたいんだけどね。そうやね、今日はこれでいってみましょうか。はい、サードのスタメンね。ここは誰？グリーンさん。捕らえちゃった。そういやね、関西ではね、洋菓子のグリーンっていうコマちゃんと昔やってたのね、思い出しましたけどね。三者凡退。さあ、先発はまた帰ってきました、上園さん。取れない、バルちゃん取れなかった。うおー、フォーこちんかったぞ今。ダメだ、横入れながらのあれができなかった。落ちるんかえって。インサイド早いのズバッと。おお、村田さんのホームランの数が異常なんですけど。おお、怖え。年間100本ペースやん。マシンに当てて引っ張りこ、ごめんなさい、単位やけどね。詰まった。詰まったのが幸いでした。ヒーアンが最近ピッチャーゴロ多いな。打球が上がらんかったね。追い込めばフォークが。インサイドズバッといきましょう。危ない、あたりは飛ぶ。さあ、前の2試合のようにはいかんぞ今日は。これも野手の正面やね。いい当たりするんだけどね、とにならない。よし、これはツーベースコース。
ああ、ボールや。足が遅いから。あー、詰まった。あ、でも落ちる。でも打順ピッチャー。となった。おお、いいぞ。アメリカ二人は。引っ張りたい。結構ぐらいね。さあ、バルちゃん、せっかく3番に抜擢してんのに。うわー、落とした。新井さんホームラン。あー、飛びすぎた。まあ、上園さんはゲーム作ってくれればね、5回まででもいいんで。見逃された。危ないな、この人。これボールになる、インサイド。で、外ツバット。で、フォーク。おお、持ってかれた。っていうか、バテてる？なんか曲がり悪かったけど。あ、やっぱり体力ないな。わあ、勝ち投手ならんぞ、5回持たんかったら。早かった。ああ、詰まった。うん、あ、よかった。
チャーに回ってくれたよ。ボールやったね、完全に。ああ、よかった、セーフや。大きい当たりは、おお、フェンス直撃。足細いのよね。ああははは、ボテボテになった。バルちゃんの気は正解やったんやろか。うん、アチソンさん行きましょう。ギャンブルフォーク。ああ、抜かれた。ああ、よかった。上がらんねえ、打球が。もういい当たりすぎて。惜しい、早かった。おお、オッケー。さあ、代打ですね。ラッキーセブン。誰にしよう。今子さん行こうか。足遅いんや、今岡さん。ああ、ワンバウンドなるかな思ってたから。普通に走ってたわ、今。まに、アウトなんか。はい、リリーフはのみさんね、7回なんで。買い出せんやけどね。ああ、そうそうそう、フォークが落ちへんから持ってかれんのよね。
おるや。さあ、ウィリアムさん行きましょう。クロスファイヤー、これ一発でいけるという。あっさり終わりましたね。落ちてきた。おお、跳ねた。さあ、回りましたね。代打行きましょう。翔太さんかな。あー、ボールや。うん、おー、ポテンになった。ツアー出たね、走ってたけど。バルちゃん、さあ、新井さん、ああ、戻れんかった。走塁がザル。自分はねながら。はい、キュウジさん行きます。2800足らんかったか。ちょっとデッキ見ましょうか。がね、なかなか A の人が出ないから。ああ、関はだいぶねパワーもついてきたし、いい感じになってきたんだけどね。ああ、リンさんがもう。
ああ、今子さんね、ミートもうちょっとあってもいいと思うんだけどね、個人的な見解ではね。まあ ひいき目で見てるかあれでもあるけどね。はい、ということで、次回からはスワローズとね、3連戦になると思いますね。また、お楽しみにしておいてください。ではさよなら。